ジェーン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 ウィキネスティYes, sir. Get your seat.食事朝飯終了しました。まあ味的には甘露煮ですね。めっちゃ味濃いです。で野菜はゼロ、卵と肉とご飯だけなんで、下手すると、まあ、ちょっとご飯がね最初少ないかなと思ったんだけど、あの固めてあるんで実際はちょっと見た目より多くて、おかずが若干足りなくなって最後焦りました。トータルでいくらだ、88ペソですか、200円ぐらいですかね。こんなもんなんですね。サンプル、店の前に飾ってあるサンプル写真があるんですけど、もうそれと全然違うものが届いて、まあ物は同じなんでしょうけど写真が全然違う。もっとね茶色い感じだったんですよ。あんな真っ黒な塊の写真だったら多分注文してなかったと思います。大体あの普通のエアコンがついてるようなファーストフードで食べると、200数十ペソぐらいが多分相場だと思うんですけど、まあそれがね88ペソだったんで半額以下ということで、まあまあそういうことなんでしょうね。おで海ですね、マニラ湾が。まあ、そんなに綺麗な海ではないんですよね、ぶっちゃけ。浮浪者いっぱいいるし。Irek-irek mamar kasir kasir main. どこどこ。
いい音すんだ俺が。でわざわざここね、ここの手はね、あの俺の手形をこうやってわざわざ特注で作ったね、オリジナル作の居合糸を、はあ、ちょっと抜いて見せていただくことができますか。じゃあ。普段からじゃあ持ち歩いてらっしゃるみたいで、そうそうそう、どんなことやったら捕まったよこの世の中ね。まあね、うんうん、まあこんな感じでたまにね、うん、ここはリサールパーク、エルミタの北側にある大きな公園です。ここはね、 DJ 北林ゆかりの場所で、彼がバックパッカー時代に、チェンマイ、タイのチェンマイで性病を移されて、その性病を治すお金もないまま、滞在を終えて、日本に帰る途中このフィリピンに立ち寄ったわけですね。そのチェンマイで病気を始めて、人病だったけどさ、でだからもうここだとこんなポンポンに腫れちゃってさ、医者はもう入院しろって言っててさ、で保険も切れちゃってたしさ、病院の帰りにさ、公園のところにちょっとうずくまってたらさ、たらあのマニラの社長さんが声かけてくれた。そうなんつって声かけられたんですか。もう随分具合悪そうだけど大丈夫かみたいな感じでさ、ちょっと病気でみたいな。そうそう、そしたらまあ入院しろってことでさ、金ないって言ったら金は全部出してやるから。そうそうそう、それでもうその場で速攻で入院だよ。うん、でまあまあ手術も無事で終わって海まで、まあ手術だってそこ全部切って生み出しただけでさ、それで終わって、とりあえずじゃあ一回日本に帰って、もしあれだったらうちで働かねえかみたいな感じ。まあそういう方で、当時フィリピンにタクシー会社を作って、そのタクシー会社で働くメカニックを探していたところに、ちょうど DJ が性病でうつむいていたと、いうことで、そこに雇われ、数年間働いて、その会社の退職金で、あの先ほどのベイフロントタワーの部屋を、購入されたという、そういう逸話があります。というわけで我々にとっては聖地ですね。聖地を訪れることができて本当に良かったです。はい、でここでね、突然なんですけど、 DJ 北林と親しかったあるね、マニラ在住の日本人から連絡があって、明日彼の車で一緒に散骨する場所を探しましょうってことになりまして、一気に暇になっちゃったんですよ。
中でもフィリピンは気候的にも雨量が多く、前人未到のジャングルに最高級のバナバの葉が生息している。そして私はこの天然バナバ葉を 100% 使用して世界最高級のお茶を作り、日本中の、いや世界中の人々の健康と幸せに貢献したいと考えている。This one? Yes, type in. Ah.